やばいなこのビート。先行がトキシック、後攻がムガ、大粒ファイショートを刈られるために来た、ここまた基地、また IKB ノット、エイヒャーポーズファイト、最強の日曜日、昼間からダメ人間の集まり、そんなじゃないいつも通り変わんない日常にフォーリーフィーリングしてるあんたと俺さ、このステージ上二人宇宙の決断、宇宙二人で作る世界、日曜日普段の日常に憤りするから、集うここはノット、お前と語れるのが最高だぜ。あ、そんなもん分かってる、バキシバチに殴り合うつもりで俺はお前と語り合うぜ。あは、二人だけで気づく世界、宇宙船乗りながら俺は今日もフローリー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 、パチパチ俺の尊重最高、パチとなんかいつもの通り変わんないの、えいよ俺のパンチはリーチが長い、ドランカー気質マルコムケイトでプロプロプロ、ハハ、それだけ。俺は昨日の会社の行事、シホイキャーリー、そして昨日のパーリー、レッドパーリー、そして集合3時に俺がオープンファイトの重要参考に。いや、俺はお前に対してノーカード戦法、バチバチで俺も殴り合ってガードなんてない、まるでレイセフォンみたいに打ち倒されても何回崩されても立ち上がってやるわな。カウント10の音なんて聞きたくねえ、カウント9って絶対に立ち上がるつもりで今日もやってる。そんなもん3時でも夜中の3時でも何時だって俺はお前と語り合う準備はできてるぞ。終了。いや、どっちも暑苦しいな。いや、素晴らしい。暑苦しい。どっちが強かったか、皆さんの声と挙手お願いします。先行トキシックがやばかったと思う人、後攻ムガがやばかったと思う人、先行トキシックの勝利です。はい、重要参考人の勝利です。